皆さんこんにちは。ジャック役を演じます。道中の仕組みです。ジャック・ザ・リッパーという人物が、まあ、この脚本を読ませていただいて、実在しているのか実在していないのかっていう僕の中でのクエスチョンがたくさん湧いてきまして、そんな印象でございました。まあ、韓国の方から先にこの舞台がやられたということで、まあ、今回は日本版になりますけれども、稽古前の今はそうですね、ちょっとこう物静かなというか、無表情というか、そこの中でのなんか怖さっていうか、そんなイメージですかね。まあ、今回は白井明さんに、演出をさせていただきますということで、僕は白井さんとは初めてなので、そこが非常に、どんな、演出をされるのか、そしてまた自分がどういうふうな、ジャックを演じていくことになるのかということが、一番楽しみかなと思います。ということで、日本では初めてですね、ジャック・ザ・リッパーという、舞台が幕を開けますということで、僕自身も、しっかりジャックになりきって、いきたいなと思います。皆さんもぜひ劇場に足を運んで、感激しにお越しください。よろしくお願いします。衝撃のミステリーミュージカルジャック・ザ・リッパー、9月日生劇場でお待ちしています。